カメラ育夫は、日本の政治家。元千葉県鴨川市長。元千葉県議会議員。元鴨川市議会議員。千葉県鴨川市出身。千葉高等学校卒業後、1976年3月、立正大学経営学部卒業。同年4月、朝日生命保険に就職。1981年9月、同社を退社。同年10月、 医療法人鉄商会亀田総合病院に転職。1985年9月、株式会社、KTS を設立。2004年2月、同社の代表取締役と亀田総合病院の理事長を退任。同年3月、鴨川市議会議員選挙に初当選。2006年5月31日、任期満了により市議を退任。 2007年4月の千葉県議会議員選挙に自由、民主党公認で出馬し初当選。2017年2月7日、県議を3期目の途中で辞職。同年3月5日に行われた鴨川市長選挙に自民党の推薦を受けて出馬。現職の長谷川隆夫を破り初当選した。3月13日、市長就任。当日有権者数。 28,999人、最終投票率 65.75%2020 年8月、鴨川市が同年3月に発注した総額73億7,900万円の一般廃棄物中継施設整備運営事業のうち約18億3,747万円のゴミ運搬業務がカメダが1985年9月に設立し、 自ら顧問を務める市内の企業、株式会社経定数に委託されていたことが、毎日新聞社が市に行った情報公開請求で明らかになった。毎日新聞は8月22日に報道した。同年12月、市議会で市の昨年度の一般会計決算が賛成少数で認められない事態になったことなどを受け、 当初出馬の意向を示していた2021年3月の市長選挙への出馬を取りやめると発表した。市長選では後継候補の前、千葉県道路公社理事長の吉田幸信を支援したが、帰り咲きを目指した長谷川隆夫に敗れた。ありがとうございます。